次はスクートをやっていきます。スクートというのはこういった体を飛ばすための助走の動きになります。まず入り方、一歩足を引いて手を前につきます。で、この時に後ろの手は引いた状態に、胸がやや開いた状態になります。で、ここから左足が外側を通って回ってくる意識をしながら体を飛ばすんですけど、この時右足でもしっかり飛んであげてください。左足が離れてからすぐ右足も押してあげる、すぐ押してあげる。押してあげることによって体がねじれた状態からまっすぐのまま飛んでいけます。もう一回やっていくと、足を引いて手をついて左足を回しながら右足も押してあげる。押してあげるときに右足を前に蹴りに行くような意識を持って置いてあげてください。真後ろに置いてあげてください。で、この真後ろ、この状態になるとここからまた体を起こしてきます。これによってワッファローだとかコークスクリューだとかにつなげていくためにしっかり胸を起こしてあげてください。で、この時大切になってくるのが右足の勢いです。で、このねじれを使って手をついた後に全ての勢いが右足に乗ってるような感覚で飛ばします。この時しっかり右足が軸になっていると飛んだ時の高さにつながってきます。この技は比較的簡単なのでコンビネーションに取り入れてみてください。